ちらでは聴覚音声を持つ鼓についてご説明いたします。従来の LLM と異なり、聴覚音声を LLM に持たせることにより、相手の体調や感情、属性等を汲み取って人のようにコミュニケーションが取れる、人に寄り添うコミュニケーション AI の実現を目指して研究開発を進めております。それではデモの方をご覧いただきたいと思います。これから2つのデモをご覧いただきます。1つは聴覚を持つ持たない LLM との応対、もう1つは大人子どもとの応対の2つをお見せしたいと思います。ではまず1つ目のデモをご覧いただきます。来週見せるデモがまだできていないんです。どうしましょう。大丈夫ですよ。きっと素晴らしいデモができるはずですから、少し休憩を取ってから取り組んでみてはいかがでしょうか。このように話者が憔悴しきった音声からその様子を汲み取って、大丈夫ですよと、少し休んでみてはどうかといったことをお勧めしてくれています。ではここで聴覚を持たない LLM との応対についてお見せしたいと思います。まずはデモの目的を明確にすることが大切です。例えばどのようなメッセージを伝えたいのか、どのように観客を引きつけるのかなど具体的に考えてみましょうといった形で、本人も多分分かってはいると思うんですが、非常に正論の解決策を示してくれるといったような挙動となります。ではもう一つのデモをお見せしたいと思います。香川県のおすすめ観光地は。香川県のおすすめ観光地は高松市にある栗林公園です。美しい庭園と歴史的な建造物が楽しめますよ。このような形で大人には歴史的な建造物をおすすめしてくれます。一方子どもに対してはやはり歴史的な建造物とは興味がありませんので、香川県のおすすめ観光地は。香川県のおすすめ観光地は小豆島です。美しいビーチやオリーブ園で楽しく過ごすことができますよといった形で、子どもが遊んだりですとか、子ども向け の食べ物があったりするというようなところを音声や内容も変えてお伝えすることができます。このような技術を使ってコンタクトセンターですとかカウンセリングといったような従来の LLM では難しかったところへの適用ができるコミュニケーション AI の研究開発を進めてまいります。